通れ。苦労をかけました。恐れ入りまする。では年頃なお指図に従い、持参つかまつりましたお申し付けの品。しかとご覧くださりませ。先に拝見いたしまする。黒金殿、戯れが過ぎましたぞ。何か。黙りゃ。これはいかなこと。さてはあの末の方は狐の化身。ざれ言もほどほどになされ。これは稲荷の狐じゃ。さてもしたたかな狐じゃ。今度は石に化けおったか。黒金わらを笑い物にする気か。とんでもありません。この辺りには狐がたくさんおります。それがよく人をたぶらかすという噂がござる。殿もご用心なさることじゃ。狐はよく女に化けて悪事を働きまする。遠くは聖域の反則王の夫人に化けた狐は王に勧めて千人の人を殺し、後に中国において周の幽王の妃となって国を滅ぼし、日本に渡っては朝廷に仕え、玉物前となってさらに悪逆を行い、ついには九本の王を持つ白虎と化したと伝えられております。さてその九尾の狐、その行方が知れませぬが、あるいはこの辺りに住み着いているかとも考えられます。まずご用心、ご用心。ごめん。